はい、はい、お疲れ様でした。私ら実際問題会うのは何日ぶりなんですかね。2年ぶりですね。2年ぶりか、はい、2年ぶり、すいません、4度目の甲子園出場。でもさ、全然何週間か目やろ。異様に違和感ある。あのさ、久しぶりになって違和感ないよねっていうことあるやん。違和感ないよね。でもさっき違和感あるねっていう話、めっちゃあって、ジャカルタ全ジャカルタ5なんか多分会ってないのって2週間経ってないですよね。2週間も経ってないですよね。でね、あのジャカルタの方で聞いててさ、はい、思うのがさ、はい、いるじゃんっていうさ、いるじゃねえのお前らっていうさ今回ジャカルタで何組もの方にすいません、本当にお楽しみでやってくださったお客様たちで申し訳ございません。私があの帰国らしいんですって言ってさそうです、いつ帰るんですか、いやよく知らないんです、今です、今ふーんってなんすか、ふーんって、いるじゃんって言うな。そうなんです、本当にあの12日に帰る予定だったんですが、スラットが揃わなかったのね。はい、そうなんです、そうです、スラットでもいよいよ帰るんでしょ、何日か後かに。はい、もう18ですね。帰れんの全然用意してない本当やばいんですよこれは本当にもう、はい、でも頑張ってやります。あれやね、はい、もう帰ったらもう、はい、あれなんで。ちょっとまあジャカルタの話もしたけどさ、はい、全然ね問題なかったですよ。寂しい、寂しい、ええ、ね、忘れないでください。えアンジェロさんいいですねっつってアンジェロさんはいいですよ、鼻毛出てますねって、はい、いいそこですか、はい、優しくしてあげてください。そんなワンパークね、今回、はい、あの最初にやって一番最初にやったワンパーク、はい、アンジェロたちが久しぶりに来て、ほとんどのさお客さんたちはアンジェロのことを知らないやろからさ、その2015年か6年にが最後なんです。スラバヤが行ったのが最後かな。お、で実際実は3回参加してんだよ、キャラクター。ジャカルタ2回またもぐもぐしてるけど、はい、影武者来てからね、今だし巻き卵を食べてます。だし巻き卵を大根の塩を巻きてきただし巻き米パクパクしてますそうでなんやけど、まあ、知ってる人がほとんどいなくてさ、マスミさんなんかはさ、アンジェローってあれこんな感じだったっけってすんごいお腹ポテリ出たからさ、こんな感じじゃなかったって言ったけど、あの人は実は恋、クマンの恋でやったワークショップに参加してるね。あなた方知らないけど、君たち知らないけど、知らない世界よ、あなたたちの、そう、はい、こんな感じだったっけって言って、ほんとお腹がポッコリ出て、まあそんなん待ってもらってますな。今回ゆうこさんじゃないよ、ようこさんが、ようこさん、おー、はい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 、あのそうだにゃんかーっていうのをようこさんが来たんすか、ジャカルタ。そうそう、アンジェロくんが助っ人で来ましてですね、日本語であのどんどん行けよって言って喋ってたら、あの人こそ100回ぐらい日本語うまーいって言われてました。え、日本人なんですかって100回ぐらいで、私日本人ですよ。いやー、うれましい、いいつかみ。いや、なんですの、日本人ですよってものすごい言うてて、うれしいですよ、つかみはもう。あのウブドの田舎でさ、茶なん作ってさ、はい、やってるだけやからさ。はい、アンジェこの2年ぐらいアンジェのとこ手伝うようになって、それだけでも多分家を出れて嬉しいやと思うんだけど、はい、いきなりジャカルタなんか行っちゃったもんさ、すごい楽しかったみたい、どっちかわからんかったみたいけど、すっごくエンジョイしてはって、これから機会があったらまたぜひ誘ってください。あー、もう、はい、イブリが恋しい、イブリが恋しいということでですね、楽しそうにしてた。あとはちょっと新しいとこ、コーヒー屋さんとかも出てるよ。何があれかっつったら餃子ですよ、やっぱり。オレ行が、オレ行、オレ行、何せオレ行さん自体は来てなかったんやけれども、今回のチャイニーズニューイヤーってことでね、長篠 のプロの販売の方、いつもの社長が、はいはい、あのオレ行じゃない、ニューニアの社長ね、はい、ベティーの方が、あの人があの赤いオレ行の赤いポロシャツ着てマジですかちなみにあんた言ってオレ行行ったことない行ったことないでしょ。です、 すごい美味しい中華料理屋さんやねんけど、美味しい、美味しい中華料理屋さんなんねんけど、コタっていうとこにあって、ちょっとほらジャカルタの中心の方やから、南のニョニャたちは、うん、なかなか行く機会がなくて混んでるし、うん、すごい美味しい、噂は知ってると、はい、これの餃子旦那衆は行ってると、ほう、スーパースイキョーかなんか言うと、ね、ほう、美味しそう、うん、餃子がいっぱいある中華料理屋さんやねんけど、今回3種類を
20個ずつ冷凍で持ってきてもらって、はい、まあ、すぐ売れるやろなと思ったらあっという間に売れまして、2日間やったんですけど、初日があの遅れまして遅刻しまして、ほう、うん、俺それですごい言うて遅刻すんだよってしないです。で前日に至っては、はい、ワッツアップで大将から、はい、明日餃子をお持ちしますっていう聞いてもないのにそういう報告まで入ったの、はい、おーちゃんとするなーって、すんげーなちゃんとしてんなーって思って、はい、ほんで初日あの遅れまして社長が私あるある、あるある、私手伝う店遅刻しようなって言ってわははって笑われて、社長これは整理券配らないまずいでっつって、でも言ってるそばから整理券バラバラバラって書いていくの、やっぱ仕事できる人は整理券配って5分で完売、すごいあの並んでいただいてね、餃子狙いだったのか、はい、あの和尚さんのところに持ってきた地でハムの皮 の、はい、あのほらオーダーの、うんはい、オーダーじゃないやつ、あうちで貼ってあの会社の財布なり、はい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 、カバンでものすごいなんかニューヨーク犯罪の街みたいな犯罪の街と喜ぶ人もいる前科のある人がありまちぇんありまちぇん、ほんでさあの餃子が5分で売れて大変やったんやけど、で明日はちゃんと来るんかいなっつって社長が言うててさ、はい、だ次の7時50分に来はってね、イベントが9時なのに私まだついてませんけどっつっていや私ついてる、いやいやまあ怒ったから、怒ったというかコンプレインしたからね怒れてますやんって7時50分に来て、んで15分で完売60個、すごいね、次回は一応5月の半ば頃を予定してるんですけども、はい、次回はその場で焼いたり茹でたり冷凍も販売したりやる気満々ですと、君ら何か追加するならしてください、ビール出ますねしたらね、今回クラフトビールさんビール飲みながら、ね、今度なんかプロストとかも声かけてみようかな、生ビール出したいな、生ビールまさかの生ビールあのバドガールみたいにさ、あ切れどころにあのナミさん切れですか、私かゼロストのあんたね、そんなん言うて笑ってるけどね、私のね今回一番さ話飛ぶけど一番最後のパームスプリングスのね、はい、あのビップールサイドバーベキュー、はい、あのナオミがナオミママが浴衣で登場、あ土曜めいたかどうかは知らんけどざわついたまさかのあのスタンプのあの浴衣はマジですか、直美さんスタンプあるんですよ、あ浴衣スタンプ、浴衣スタンプ、話飛んで飛んでしゃあないけどな、私いつもジャカルタ行ったらさワクワクジャパン見るの楽しみにしてんだけど、はいはい、そこで黒川の手帳っていうねマジで松本清張手帳のよしてるやん、さすが文学少年やねヒロ君はドラマを2017年にやってた武井なんとかさん、うん、武井壮って言ってそれ走なんかタンクトップの お兄さんして、あー分かりました、百獣の百獣のよしてるな、その子も武井なんとかって一文字やねん、私武井壮って男の人やろと思ってんの、まあそれそんなとにかくねそれをやってて、もうすっかり私あの原作読んでるんですよ、黒川の手帳を自分読んだことないんですよ、あるで貸したろ、貸してください、ほんで去年読んだからもうノリノリですごい面白くて見てて、じゃあまあ一応悪女っていうことになってんだけど、なんかそのいろんな人たちをはめていくというか、あの黒金の手帳に書かれている情報をでもって脅していくのね、ほうこの情報が表に出てもよろしいんですのってさなあなあ悔しいってさお前はいつか天罰が落ちるぞ下るぞみたいに言われたさ、お勉強させていただきますっていうのね、その子がかっこいい、そのセリフ決め文句でだからお勉強させていただきますって今回ねキャラバンの間中ね30回ぐらいやった、お勉強させていただきますってさあの日本の人たちはさ、日本の人たちはさ2017年に、ね、流行っとったもんや、はい、1年半ぐらい遅れて私がさお勉強させていただきますっていうかさこの人何言ってんのだからあのスタンプだったっすか、スタンプ、LINE スタンプ作ったのお勉強させていただきます、黒川の手帳から来てる、うん、イエスイエス、
いい感じですわ。そうでお勉強しててですね、夕方ね、ローバしながらに続きましたね。ローバしながらありがとうございますっていう、まあ、最後浴衣まで来ちゃったんだけどさ、そう餃子がすごくて、ほんでクニンガンでね、クニンガンで、はい、ウェルデっていうあなたたちがもう一緒することもないようなね、おしゃれなアパートメントでしまして、はい、そこにも新しいお店ね、パン屋さんだ、手ぬぐい屋さんだ、カード屋さんだ、ケーキ屋さんが出ましてですね、あとハイメってほらあんた知ってるやろうけど、はい、私のスペイン人の友達のアクセサリーのお店が出てさ、どうなんだろうねと思ったら結構人気でさ、マジですか、うん、出店者の人らがまずいっぱい買ってくれてさ、囲まれとったハイメってのおじいさんが、じいさん囲まれとった。囲まれてて、うん。で、じいさんも、ほら、日本のセレクトショップとかに置いてるしさ、伊勢丹とかね、なんだ、ユナイテッドアローズとかさ、ビアバスとかさ、トモローランドとかさ、ビームスとかに置いてんだ。ああ、じゃあセレクト系の子にわっさりと置いて。うん、それでみんなキャッキャッ。素晴らしい。当たりがいいから、じいさんは。じいさんはって。あの人いいですねって。長いこと付き合うといろんなことやらされて大変なんですよって。でも確かな腕をもうお持ちですから、そういうセンスもあって。でさ、日本の場合は厳しいですかね。彼は、日本語はちょっと、おちょくった。大会系とか言うねんな。チュースとか言うねんけど、普通の会話はできへんわけ。はい。基本英語や。インドネシア語も少々喋るけど、はい。で、日本やったら日本人ってあんまり英語喋らへんや。はい。大丈夫かなって心配してんけど、うんうん、何がすごいってね、ジャカルタあたりのニョニャは、日本だとさ、日本に行くと、はい、その辺の人に声かけたらさ、10% ぐらいちゃう英語喋れるのって、うん、それも流暢に、うん、ジャカルタニョニャは 60% ぐらい喋れる、本当ですか、うまいよ、うまい、この間サンデーマーケットに来たニョニャもそうだったじゃないですか、インドネシア語喋れて、うん、英語も喋れて、ベラベラ喋る、ベラベラ、really?Yes. Very well. なんだこのくだりすげえな。何これ。私たちのインテリア。Yes. Very well. あのね。Yes. だハイメが囲まれてみんな流暢な英語でもうお互い冗談言って。すごいな。指噛んで見ちゃうな俺。カリカリって。噛んで見ちゃうよ。俺は無理だって当たり前だ。カリカリって。すげえな。かっこいいな。すごい。綺麗だし、英語も喋るし、優しいし、バイリンガルの人ってなんか人格変わるって聞いたことあるんですけど、はい、本当なんですか、人に読んじゃねえ、私なんでも一緒やなって言われる、英語も関西弁って言われる、何でしょう関西っぽい、ナオミさんの場合必ず人笑いで入れようとするし、あの、うん、でも人笑いは大事やね、そうやで本当に心の壁が一気に崩れる、ね、楽しくさせてもらってほんでチカランね、チカランはパームさんでやって、チーズ屋さんが前日に明日あの他のイベントがあるんで行けませんって、そんなことが気軽にね、気軽に断ってくることあるからさすげえびっくり、私がいやいやそんなん無理やでってそんなんええわけないやんってどうにかしてって言ったの、すげえびっくり、電話で対応したのをマスミさんが前で見ててこの人は来れないって言ったみたいなことを聞いて焦ってて、それに対して私があの眉一つ動かさずさあ無理なんや、あそれその話無理、来てな、どうにかしてや、それはお宅の話、お宅の事情でしょっつって、はい、あのそのソルシね、ソリューションね、あの解決法を考えて自分でやってくださいって、それにえらい感心して、ナオミさんすげえちゅうから何も言ってないやんっつって、まあ、そんな感じなんだ、勉強になります、お勉強させていただきますってそんなこと言ったらね、前日の日にさ、なんかこの場所使えませんって言われたことがあったから、ね、そうよ ね、 あれから比べればね、もうゲンダリア、ゲンダリア、ゲンダリアアパートメントね、ガクブルーです、ね、あの開催12時間前にこうダメです、それに比べればもうなんでもない設置後だからあれをね、慣れした後にはカズ君氷とあれもらって、はいなんか頼むなら頼んで、なんか頼む、はい、食べますか、ね、いいですね、ラジオたぬきうどん、ちなみにね、はい、私あの後でケツネ、いやケツネじゃない、後でうどん最後にしますか、たぬきうどん、はい、ちなみにね関西人がね、あのたぬきうどんって聞くと関西にはたぬきうどんってないんですよ、え、そうなんですか、はい、いいんですけどね、困るって言ったやろたぬきうどんって何が入るんですか、牛丼、牛です、え、嘘、え、牛丼
キムチ丼って天かすって書いてます。天かすね。たぬき丼ね。たぬき丼。たぬき丼。そうやな。ほんなら関西風のたぬきやねんな。あ、ごめん。なんだっけ。天かすうどん。たぬきっていうのは。たぬきっていうのは揚げにそばになってるのをたぬきっていうのね、関西ではね。まあまあそんな話はいいんですけれども、そんな感じで、そのチカランに行くときに日曜日の1時からやってんけど、朝に出てん、日曜日やから。はい。でその時に天かすうどんさつ、かつうどん、かつうどんって全然違う。天かすうどん、たぬき、たぬきうどん、たぬきうどん、はい、はい、だん、いいですね、ライブ感がありますね。たぬきうどん、あんさま、エスダン、ソダソダ、お願いします。だゆさん、ソダ、だゆさん、たぬきうどん、はい、お願いします。そう、で朝行く時にますみさんがね、うまいパン屋があるんですと。で、私は今回アノマリっていうパン屋さんでね、昔ガンダリアにも出てくれたことがあるパン屋さん、かわいい。あそこでパン買って帰ろうって言ったら、いや、アノマリもいいですけど、アノマリじゃないわ、アノマリはコーヒーや。アニモ。アニモ。アニモパンって見たことないかな。なんかクロワッサンとかガンダリアで売ったかな。まあとにかく、美味しいパン屋さんがあるんですっていう、フランス人がやってる、そこを行ってみましょうよって。ほんならまあ地下行く前にね、1時からのバザーやったから、朝に出ればいいだろうって言って、じゃあそのパン屋で朝ごはん食べて行くかっつってさ、行ったパン屋さんがなんかこう、私が思ってるジャカルタらしからぬね、なんかサヌールあたりにありそうな、なんかカフェベーカリーみたいな感じでさ、なんか良かったのよ、リラックス感が、でパンもすごい美味しそうで、でそこ、あ、じゃあチカラン今から行くけど、失礼な話やけどな、チカランまだまだ何もないやん、ハード系のパンとか売ってないんちゃうっつってさ、ちょっと買ってこいよっつって、多めに買ってる、バゲット6本、カンパーニュとコーンパンっていうの2個2個買って、で持ってったのよ。ほんでなんか、今日はハード系のちょっとフランス人が作ってるパン持ってきましたって言ったら、欲しいって言って、ニョニャがババババって買ってくれて、買った金額で売ってんけどな。買ったバゲット3万5000円で買って3万5000円で売るみたいな、リサーチ兼ねてよ。じゃあさ、パームのさ、M 久保さんがさ、パン売るんだって、お世話になってます。パンそんなん持ってきたんだって言ったら、何それ、小麦のパンあるからいいんだよって、ふわふわで美味しいじゃんって言うから、ふわふわのパン、日本風のパンとはまた別にね、私もそれも好きですよ、せやけど、それとは、小麦さんのパンは、それとは別にハード系のパンって、はい、今日はハード系のパン食べたいなとか、そういうのあるやん、はい、違うよ、いや、もう女の人たちはね、自分がフランス人かなんかだと思ってんだよ、ちょっと偏見だ偏見だって、なんだそれ、そんなんでかっこつけて食べてんだよ、本当はみんなふわふわがいいんだよって。うちもさ、旦那はさ、サトルさんはさ、ふわふわパンが好きなの、歯弱いんかな、なんか、いや、でもバケットは美味しいっすよね、もつとかも食べられへんね、くにゃくにゃして、どこで飲み込んだらいいか分かんないっていうの、あの人は。でも確かに男の人たちはふわふわパンが好きな傾向にあるなって思う、サクサクパンです、みんな何人か言ってた、うちもそう、旦那はふわふわパンしか食べないって言ったけど、やっぱ女性陣はああいう、えらい喜んでるかな、誕生日かな、そういうハード系のパンも好きなんだよ、誕生、ほんで案の定さ、ポンポンポンって売れてて、はい、M 久保さんも、売れんだって言って、でそのパン屋さんにもまだお楽しみってことで名前は明かさないですけど、そのパン屋さんも、聞いてる人は分かる、力の人は知ってる、パン屋さんも、バザー出店どうですかって言って、ジャカルタの言ったら、え、ちょっと情報欲しいからメールしてって言ったから、出してくれるんじゃないかなと思ってます。はいはいはい、すごい美味しかったバゲット、あ、いいですね、ほんとバゲット美味しい、はい、バゲットってフランスからの粉とかかもな、もうほんと何も少なくても美味しいですね、噛めば噛むほど、絶対人気出ると思います、ね、嬉しいよね、フランスパンとかも売ってるんですか、バゲットやろ、バゲット売ってるんで、バゲットもなんかそういうバタールとかバゲットとかいろいろね、パッと見たら、いいな、私らみたいな素人は全部フランスパンですかって感じなんだけどちゃうわけですよ、いろいろ、ラブさんの何が美味しいの、私の何ね、あ、今回ドーナツを行くしましょうってんで、マスミさんとその和尚さんの協力もあって2日で150個ぐらいあげたの、ドーナツを、もう瞬殺でした、これも、オレ行並みでした、オレ行かドーナツでした、力
にゅにゃが、なんで力ではあげないんですかつって、今からあげてくださいマジ怖い、なんすか、すいません、つわものがいました、すいません、力にゅにゃ様、すいませんハームで M 久保さんに行ったらあげさせてくれると思いますすいません、あの次回は、はい、あの力にもあげる機会があげたいと思ってますつって言ったんですけれども、そんなこんなでですね、今回そのビックしましょうってね、あのバザーではない、私が家でコツコツ作ってる、いい、ね、あの味噌だ、はい、塩麹だ、ドーナツだ、うちのカフェが作ってるクッキーだ、手ぬぐいだ、なんか売りましてですね、非常に面白かったです。それをきっかけに話することに、え、クスマさん作ってるんですかって、そうなんですよ、私作ってるんですよ、なんて、何なんだと思います、ね、何なんだと、私カフェもやってるんですよ、手ぬぐいもほら娘と一緒にこれハンコでやったんです、これ娘が作ったハンコなんです、なんて、ハンコはでもびっくりしますよ、え、娘さんで何歳なんですかとか、まあ、そんな話になってさ、すごい、非常にね楽しかったですね。これからなんか自分が家で作ってるなんかをね出す場所みたいな、その、あの、それ、和食さんでもいいわけよ、そうそう、まあ、私もせ天下ピンです、本当にたくさんの量はねバザーにしか出せないから無理やねんけど、バザーではない、なんかこれちょっといいあれなんだよね、家で作ってきたんだよ、だからテーマとしてはあれですよね、あの道の駅、あ、いいですね、道の駅な感じで、直売、私は直売場ですよ、直売場、それを持ってて、その雰囲気出てた、あ、マジですか、あ、いいな、私に肉塩麹なんかももっと持ってきてほしかったし、味噌は樽ごとも今度は持っていかなあかんなと思ってる、肉塩麹美味しいですよね、肉食うまいな、だろう、いつか醤油なんかも持っていけるといいななんて思うんですけど、醤油なかなかね、大変だね、そうだと氷来ないですね、おっと来ない、忘れてんのか、忘れてんのかもな、たぬきのことばっかり考えてるのかもな、たぬきのことって何、そうで、まあジャカルタはたぬきうどんでしょ、まあ、そっかそっか、関西一緒に出せばいいってこと、関西にはないたぬきうどんね、ああ、いいよ、もう来るさ、いいよ、来るさ、ということで、クルサーっていうとこが出たところでですね、ジャカルタの話はあれで、あの日本帰国するんでしょ、君ら北海道民でしょ、はい、どうなんですか、ものすごい寒いらしいじゃないですか、今真冬だし、大寒波が、大寒波なんかやばらしいですね、2月な上に大寒波が来てて大変らしいで、マイナス13とかって言ってますよね、13はあるんですよ普通に札幌とかでも、ただもう意味わかんないな、意味わかんない、私ね、マイナス13度じゃなくて摂氏13度でも今ダメ、悪いけどその温度差26度やけど、この間帰った時に18度で歯がガクガク言ったびっくりした、なんだめっちゃ高いフリース、フリース、もともと北海道に興味ないのに、なんでわざわざ冬に行くの、嫌いなんちゃうで、でもあれ下駄ゾーリ履いてるじゃないですか、ね、だからですよ、だからそれもあるけどさ、18度だ、寒いのにゾーリ履いてる、快適温度やろ、歯ガタガタ言ってんのびっくりしたわ、いや朝から焼酎飲んでたんだ、格好見てびっくりしますよ、だって冬みたいな格好、鎌倉な、いや足元べちゃべちゃやろ、足元べちゃべちゃですわ、うん、本当に楽しいの一緒に、あかんねん、草履やからうくうく、スイーッと水の上は、ね、実家に帰るんでしょ、お互い帰ります、実家は遠いの、実家遠いっす、めっちゃ、私本当道南なんで、もう県変わるぐらい、本州で言えばめっちゃ変わりますね。あ、本当めっちゃ変わる。もう札幌から特急乗っても2時間弱。あ、お宅の家とお宅の家は。私札幌から。そうです。はい。車だと冬だと4時間ぐらい。どれぐらい帰るんですか？1ヶ月あの3月の末にイベントがあるんで、横浜と。あ、横浜でね、浜のねイベントで。はい、裏原あるんで、それ行くんで、3月20もう後半末ですね、帰ってくるのは。バイトするという噂を聞きました。初心に。バーテンダーの噂のバイトでも。今この年でやっていただけるんだればバイト。バーテンダーやりましょうか。コンビニの弁当でも作ってこいよ。いや、これも楽しいですよね。なんだっけ、セイコマート。あ、セイコマ。セイコマの北海道にある。弁当作ってきたら。セイコマの北海道今違うんすよ。ホットなんだかって。ホットシェフ。ホットシェフ知ってます？もっと。その場で作るんですよ。50万いただいて。あったかーく出来上がったものができるんですよ。すごいですよ。だからもうちょっと、フードコーナーみたいな。ホットモット。ほかほか弁当みたいな。ほかほか弁当って北海道だけなんですか？買ってきてよ、あれ。なんすか？ヤクルトの大きいやつ。ミルフじゃね、カツゲン、カツゲン。頼むはうちの息子がカツゲン、カツゲン。液体？液体なんですか？液体だね。しかも紙パックですよ。あ、何かね、この間そういえばね、もうちょっと高くていいんで、液体じゃない方がいい。昨日かなんかに、車で
影武者から昨日も来てたんだけど、うん、家族で食事してたんだけど、うん、帰りしに、うん、あの人たち2人が北海道に帰るから、うん、何か持ってきてもらうものを頼めばいいっていう話をしてて、うん、でうちの旦那がさこの間はなんとかわさび山わさびを頼んだんだよって言ってさ、うん、もっとさもっとあるでしょうなんか頼もうよって言ったらじゃあのそうだねかさばってやめてどうでもいいものがいいねかさばいのが一番やめてくださいうちの娘がさココナッツオイルインドネシア産のココナッツオイル、ね、高い高い逆に高い日本から買ってきて逆にあのねそう日本でだったらどういうのが売ってるの持ってきて言おうかなって液体はやめてほしいうちの息子がねミネラルウォーターやめて本当に液体物限られるんでお願いしますミネラルウォーター買ってきてってじゃあ言おうって言ってどれだけ嫌がらせができるかやってみようって言ってで結局結果としてはインドネシア産のココナッツオイルとインドネシア産のココナッツオイル、ミネラルウォーターを北海道のミネラルウォーターどんなんつって買ってきてもらうことにマジですか誠意を見せてもらおうって本当にママに対する誠意を見せてもらおうって液体はねどれだけね価値のないものを買ってくれるかすごいなんかもう合戦やる気が出てきました出てきたってさいいじゃん温泉がいいねじゃあ温泉意味あるよね温泉水温泉水よねそれいいよねそれはココナッツオイルよりよかろうって飲める温泉水はいはいはい、はい、飲めなくてもいいよ風呂に僕が入った後もポッ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 いやだよもらってマジで嬉しいっすよ嬉しいね温泉水本当に温泉水嬉しいんだったらあ言ったよ今これ録音してからね温泉の水を、カズさんは、5リッターほど買ってくるそんなに持ってこれないですかね来たそもそもそうなのダメなのあそうなの2リッターあれ1リッター2リッターまでちゃうでしょそれアルコールでしょアルコールでしょそれはアルコールだよ、ね、アルコールも含めてでしょ違うよバカだな午後の紅茶とか持ってこれんだよバカだそれじゃあな北海道で2月に帰ったら何が食べれんのあんたたち自慢の北海道ではシナマコ、ほや、白子、あんこ、あんこは本州でも食えるでしょ。ナマコです。え、ほんまにナマコ食べ、ナマコちゃうわ。それ食べようと思ってんの？え、私絶対食べますよ探して。何を？ナマコ。ナマコ。責任はならんの。ほやも。ね、ナマコうまいね、あれが、あのあれで食べて、生あの私は生こずな、はい、コリコリしてうまいな、わかるわかるわかりますよ、私、はいはいはい、さばいて、自分でさばくんで、はいはい、中にこの綿入ってるんじゃないですか、この綿入ってますよ、ね、オレンジの管、石鹸は？え？石鹸はって何？生こ石鹸はよ。生子石鹸、わかりました。でも今あの時期が時期で湿ってるんで、生こダメなんですよ。どっちやねん。カビてる。カビちゃう。カビちゃう。元のね、元の生子がカビちゃう。いやでもあるでしょ。その新たななんかこうあの石鹸なり何なりに使われるあの素材とかも仕入れてくるんでしょ。毎回仕入れてますね。なんかあれば仕入れてます。うんことか。うんこ。うんこはい。うんこいいうんこあれば。仕入れてきたな。仕入れてきてよね。うんこ石鹸。これ絶対忘れてんな。絶対忘れてんな。氷来ねえ。本当に。もうテレパシーで頼んで。あ、テレパシー。テレパシーで頼んで。テレパシーで今来るんですか。そうよ。テレパシーって何？酔っ払ってんの？テレパシーっていうのさ、テレパシー。テレパシーですか。あ、なんだっけな。あれよ、エスパーマミオ。ああ。それでわかんの？わかります。意味わかんねえの。歌。ほんで何あの北海道でナマコ食べて。ほや食べます。ほや食べて、はい、ほんで、なんだっけ、名古屋に行って。名古屋？名古屋に行くの？横浜か先に。横浜。名古屋からも横浜に行くの？名古屋ないっすよ。名古屋がチケット安いっつからさ。で、あの、かずやさんの家から、直美さんにいたずら電話をして。いいよ。いいってことはね、普通に取られちゃうから。2時間ぐらい話されるから。お姉ちゃん。お姉ちゃんに。あのさ元気なのってすごい言われるから、お姉ちゃん。母ちゃんに代わって、つってさ。あすいません切りたい切りたいんですけどって僕が言わないから僕が言わない切りたいんですけどって言わないからダメだから横浜行って岡部さん家泊まって何泊まらないです取ります泊まらせていただきなさいよみんなで泊まんなよマスミも帰ってっからよえマスミさんですかえ帰ってるかもよもしかしたらみんなで泊まればいいじゃん岡部さん家いいよ息子がいる家やからさこんなん来たら喜んだよ岡部さん家横浜やって、はい、東京と横浜やんだ、はい、あニョニャ OG 会みたいなっていうか喜ぶよみんな
横浜ね。そうかね、ニュピに 貴様、いや君たちをニュピに呼んであげようと思ってたのにな。マジですか。マジだよ。ニュピ楽しみなんすよ、いつも。おらんやん。3月7日やろ。いなんすよ。全然おらんやろ。はい。いつも何やってるんですか。え、家でなんか映画をじーっと見て、ドラマ見て、料理しまくって、2階のテラスでのんびりしてる、ゴロゴロして。最高。気持ちよさそう。めっちゃ気持ちいい。マジですか。ニューピってね、これ聞いてる人何ですかってなるかもしれないですけど、バリ島の奇祭ですね。奇妙な祭りと書いて奇祭と呼ばれてる。外出禁止、大きな音、電気、電灯も止まるという家で、はい、おとなしくしとけよっていう部屋ねんけれども、はい、ここまで言っててもさ、じゃあでもいくつかレストランは空いてますよねとか言われるんだけど、はい、そういうことじゃないんだよね。はい、うん、ほら一緒に。もう一切合切外に出たら、これ今日はこれ持ってこない日なんだね。なんていうの、これってなんていうの、トングじゃなくて、氷などをつかむ、なんていうのはね、トングか。で、今日持ってこない日だね。外に出たら最悪捕まりますよね。外に出たら最悪どころか普通に捕まりますよ。ポチャラと言われる青年団の見張り警備の人が回ってますから、その人らに怒られるんですね。いただきます。ですので出れないです。ただその日本なんかでは絶対行われない。そうっすね、イベントや電気が使ったあかんとかさ、うん、インターネットを切られるとかさ、ガス使うなとか。そうよ、あんなさ、台風の嵐の中でもさ、日本人はさ命の危険を冒してさ、出勤入ってさ、水あり作ってますね。水ありじゃないですね。何ですかこれは。ナオミスペシャルを作って。Yes, yes, yes。見たこともないウイスキーですね。なんだっけこれ。バーバリー。何ちのソーダ割りは。なんとかっつうでしょうか。ハイボール。ハイボールね。何度も出てこないで。出ました、名物、指マドラー。フィンガーね。フィンガーマドラー。ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク。小指にしとくのがおしゃれな。泡が消えない。ウィス。指の毛がね、毛が。その祭りに、ね、まあ、世間さんを呼んであげようと思ったらいないっつうの。マジですか。何しようかな。鈴江でも呼ぶか。ということで、3月頭はそんなニューピなんですけれども、はい、帰国を前にね、楽しみにして、君たちの親御さんも楽しみに待ってることでしょうよ。昆布買ってきます。昆布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 いいね。昆布と、はい、わかめ。わかめやろ。わあ。いいよ。昆布取ってきますわ。うるさい。私のことは気になさらないでください。私のことなどこれなんやろ、赤いやつ。まあでも、お土産は買ってくるつもりで。ベストヒット。ここに。今、三段順だけど、水とゴミと。あなたたちからもらうお土産はありません。いりません。から、楽しく親御さんに、何ですか、親孝行して。ママにですか。いつのママのスイーツを食べてみる。家の雪かきしなさいと。あ、ほんとだ。そっか。私ね、こんなこと言うのもなんですけど、雪かきしたことない。まあ、普通なんですけどね、本州縛れますよ。縛れるね。寒いの、やっぱり雪の上歩くの上手なの。歩くの上手なの。北海道の人は雪の上歩くの。雪じゃないんですよ。雪を、雪に騙されるんですけど。この話したら長くなるし、終わっていいですか。はい、雪に騙されるってどういうこと。雪上に積もってるんで、みんな雪だと思うんですけど、下もう氷になってるんで。ツルツルだ。ツルツルっすよ。アイスバーンってやつですね。でも上手なんでしょ、その上を踏みしめるの。めっちゃうまいですよ。めっちゃうまい。うまいんだ。最初は、道民も2、3回転ぶんですよ。で、もうそれで感覚取り戻して、あ、こんな感じだったっつって、もうここギュッと締めて。あ、冬で。ちつしめね。冬の、じゃあ、一番最初の雪の時は道民もコロコロこけてんだ。何回か転びますね。ヒロポンなんかよく転びそうだけど。めっちゃ転んでますね。ダメやん。あかんやん。東京に住んでるね、お友達の道民がね、東京の人間はね、ちょっと雪降るとすぐこけると。長靴まず履けっつって。そうですよ。東京なんて、ちょっと雪降っただけですぐ JR 止まります。でもね、道民も何も長靴おしゃれしたいから履かないっすよ。そうなんだ。履かないっていうのがおしゃれなんだね。履かない。
家の実家にいる時とかは、わかります？長靴の上がこう虎柄になってるファーみたいなやつわかります？写真撮ってこいよ。知らないですか？長靴って言ったらそれだよね。おしゃれ、おしゃれ長靴なの？ワークマンの。昔から長靴ってそれでしょ？いや、長靴ないもん、家に。そもそも。そっか。悪いけど。知らん？真っ黒で、このモフモフが虎柄みたいなやつ。この長靴の上のところが、一番上のところでしょ？虎柄のやつ。あれがもう、誰んちでもあるんですよ。じゃあ、豪雪地帯ではそれが、まあ、メジャーなのね。メジャーです。いいんじゃないですか。はい、これ、カツ丼食べてからうどん食べてんの？バカだから。多分、これ飲み物、飲み物。飲み物なの。いいじゃん。ということで、今日は30分以上喋ってますので終わってそろそろ終わりたいと思うんですけど、次は5月です、この方々が行くかどうかは、未知数です、ね、でも行かなくてもいいんじゃないっていう、行かなくてもいいという可能性が出てきましたので、今後もそんな感じでゆるーくね、キャラバンも続けていきたいと思いますけれども、要は横浜東京行くんですね、3月にね、はい、いや私言いませんけれども、行くらしいんで、ニョニャ OG の方々、そしてなんかいつもなんとなく気になってる方々、お嫌じゃなかったら見に行ってやってください、と思っておりますので、今日は2月14日バレンタインの、録音でございました。皆様、じゃあウブドからお別れしましょう。それではシャイナラなんか言えヒロバイチャイナバー